こんにちは、スタイリストのウェムシュです。今回の動画では、40代の男性に似合うアイテムは、この5つというテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。皆さんもですね、きっと疑問に感じたことがあるかなと思うんですが、まあ、こういったファッション系の YouTube チャンネルというのは、いろんなものがあるんですね。 そのチャンネルごとにですね、結構言ってることが違くて、まあ、このチャンネルではこういったアイテムがいいと言ってたのに、あっちのチャンネルでは NG と言ってたりだとか、そういった経験皆さんもあるかなと思うんですが、それにはですね、いくつかの原因があったりするんですが、まあ、その中でもですね、僕の中で一つ明確だなと思うのは、年代によって似合う服のテイストが違うということなんですね。まあ、これは当然で、例えば人気 YouTuber の源氏さん、 あの方はですね、20代の方なので、10代から20代向けのファッションがやっぱり得意になってくるんですね。一方で僕はですね、現在30代後半ということもあって、 30代中頃から40代の方に向けて情報発信することが多いんですね。まあ、要するに年齢層が変わってくるわけなんですが、そうするとですね、どういったスタイルが正解になるのかというのは、やっぱり明確に変わってくるものなんですね。ですので、皆さんの年齢にはどの方が合うかというところを見極めてもらうのがいいかなと思うんですが、中でも今回はですね、40代の男性だったらどういったアイテムが似合うのか、ここに特化をして皆さんに動画をお届けしてみたいなという いう,ふうに思っています僕自身ですね、今30代後半なんですけども、普段スタイリングをするときにはですね、お客さんが割と30代中頃から一番ボリュームゾーンになっているのが40代の男性なんですね。 ですので、こういった世代の方にはどんなものが似合うのかということはですね、比較的ですね、僕の中では理解があるんですね。ですので、僕のスタイリストとしての経験を踏まえながら、こういったアイテム選びがいいですよということを具体的にお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少しですね、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、 僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。こちらは大体ですね、週に3、4日ぐらいのペースで、こちらのチャンネルとはですね、全く違ったテンションでお届けしてるんですね。結構取ってそのまま出すようなことが多くて、リアルタイムで僕が買ったものを紹介したいですとか、コーディネートもですね、中級者向けのものをどんどん解説してますので、気になる方は動画の下のですね、解説欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速 行ってみましょう。 はい。ということで、早速具体的なアイテムに入っていきたいんですが、その前にもう一回ですね、改めて整理をしておきたいなと思うんですが、10代、20代の方と30代後半から40代の方で、どのようにですね、ファッションの傾向が変わるのか、ここをですね、まずは図解をしながら皆さんに解説をしたいなというふうに思ってます。今回はホワイトボードにですね、ちょっと書き込んでみたんですね。まあ、前回ですね、ホワイトボードをちょっと使ってみたところ、意外と評判が良かったので、これを使い なながら今回もちょっっとと解説をしたいなという,ふうに思ってます僕はですね、余談ですが、一応教員免許を持っていまして、こういったホワイトボードとか黒板が好きなんですね。ですので、こういったものを使いながら見ていきたいなと思うんですが、はい。まあ、表を見ていただくと分かる通りですね、10代、20代というカテゴリーと、30代後半、40代というカテゴリー、この2つをですね、分けているわけなんですね。で、見ていただきたいのはですね、まず一番上の項目ですね、こちら。 10代、20代のスタイルとしてはですね、割とトレンド感の溢れるようなものがやっぱり似合いやすいんですね。まあ、アイテムで言っても旬なものが毎年どんどん出てくるわけなんですが、そういったものをいち早く取り入れながらファッションを楽しむというのがやはり10代、20代の頃にはですね、しっくりくるスタイルかなというふうに思っています。一方で30代後半から40代になると、やはりですね、軸足になるのはベーシックなアイテムなのかなというふうに思っています。 例えばアイテムで言ったらシンプルなニットだとかジャケットだとかあとはブルージーンズだとかあとはレザースニーカーだとかこういったシンプルなものがやっぱりハマりやすいのが30代後半から40代なのかなというふうに思っていますまあトレンドが NG というわけではないんですがそこはですねあまりトレンドにバリバリに寄せすぎない方が似合いやすいのが30代後半から40代かなと思っていますはい続いて2つ目の項目はですねサイズ感なんですね10代20代からはですねワイドと書いてあります まあ、サイズ感に関しては、やっぱりゆったりめのものの提案が、10代、20代向けのファッションは多いですね。もちろんですね、どんなスタイルが好きなのかによって、ちょっとそこは変わってくるんですが、ゆったりめのトレンド感漂うサイズ感っていうのが、10代、20代にはハマるんですが、一方で僕ら30代、40代の世代にはですね、ジャストサイズから、まあ、ちょっとゆったりでも、ややゆったりめぐらいがハマりがいいかなというふうに思ってます。このサイズ感というのは、見慣れてるかどうかっていうところもありまして、 僕ら世代は結構若い頃からですね、タイトシルエットが全盛だった時代を経ているので、そこにですね、極端なワイドフィットを持ってくると、なんか服に着られてるような感じがして、見慣れないという方が圧倒的に多いんですね。ですので、サイズ感に関しては、ジャストサイズからややゆったりめで間違いがないかなというふうに思っています。 そしてラスト3つ目の項目なんですが、まあ、スタイルとして10代20代の方はカジュアルめのスタイルの方がよく似合いますよということで、これはですね、メンズファッションにはカジュアルと綺麗めのバランスが大切という話をしますが、まあ10代20代の方だと割と攻めた患者とかカジュアルな服でもそれなりにですね、着こなせてしまうわけなんですね。ところが僕ら世代ですね、30代後半から40代で極端にですね、カジュアルすぎるとどうしてもですね、見た目とマッチしなくなってくるので、やはりそこは ちょっと綺麗に振った方がバランスが取りやすいかなと思っています。これは年齢を重ねれば重ねるほど顕著になりまして、30代後半、僕ぐらいの年代であれば、意外とですね、ちょっとカジュアルなものも似合うんですが、 40代を超えて40代中頃後半ぐらいになるともう極端にカジュアルなものは本当に似合わなくなって無理して若作りしてる感じが漂ってしまうので綺麗めというところが主軸になるのかなというふうに感じていますまずここをしっかりと理解しながらアイテムの解説に入っていきたいなというふうに思っていますはい、ということでここからはですね具体的なアイテムに入りたいなと思うんですがまず1点目はですね今僕が着ているこういったネイビーのジャケットですね これはですね、まあ、先ほどお伝えした綺麗めカジュアルのバランスで言ったら圧倒的に綺麗めに属するようなアイテムかなと思うんですが、 こういったアイテムはやはり持っておいてまず損はないかなというふうに思っています。最近はですね、ジャケットといっても楽に着れるものが多くてですね、今僕が着ているものに関しても肩パッドも入っていないですし、かなりストレッチが効いているので、もうほとんどですね、カーディガン感覚でサクッと羽織れるんですね。ですので僕はスタイルとしては T シャツを着てその上に軽くジャケット羽織る。 これがですね、綺麗めとカジュアルのバランスを取る上ではすごく便利なので、大人の男性にはネイビージャケットをぜひ持っておいていただきたいなというふうに思っています。もちろんベーシックなアイテムで様々な世代が持っておくべきなんですが、僕ら世代であったらサイズ感としてはあまり大きいものに振るのではなくて、ジャストサイズのネイビージャケットがあれば様々な機械で使いやすいかなというふうに思っています。 他のアイテムがですね、T シャツにジーンズであっても、こういったネイビージャケットさえ着てしまえば、なんとなく綺麗な方向に寄せることができるので、こんなに便利なアイテムはないんですね。 で、すので、貼るもののアウターとして、他にも選択肢はいろいろあるんですね。例えば、シャツアウターみたいなものもありますし、そういったものもいいんですが、やはり40代を超えるとですね、一着こういったネイビージャケットがあって、ラフに着れた方がですね、バランスがいいかなと思うので、ぜひこのアイテムは持っておいていただければなというふうに思っています。まあ、買えるお店は様々あるんですが、ユニクロですとか、あとはグリーンレーベルですとか、ナノユニバースですとか、こういったところで皆さんのですね、予算に合うものを買い揃えていただければなというふうに思います。 ふうに思っていますはい続いて2つ目のアイテムなんですけども今僕が着てるのはですね半袖のニットなんですけどもこのようなニット系のアイテムはやはり40代以降の男性にはものすごく似合いやすいアイテムかなというふうに思っています、まあ、トップスにもいろんなバリエーションがあるんですね例えば襟付きのシャツだとかあとはパーカーだとか スウェットだとか様々なものがあるんですが、その中でもですね、ニットというのは着るだけで上品な雰囲気が漂いやすいので、ぜひ大人の男性には着ていただきたいアイテムかなというふうに思ってます。まあ、春先であれば普通に長袖のニットもいいかなと思いますし、夏に近づいてきたら僕が今着てるような半袖のニットというのはすごく使いやすいかなと思っています。特に夏になるとですね、半袖の T シャツを着る男性だとか、あとはポロシャツを着る方も多いかなと思うんですが、 意外とですね、半袖の T シャツは カジュアルに見えすぎてしまうので、40代以降の男性で似合わせるのは意外と難しかったりするんですね。ですので、同じく T シャツのように見えるんですが、素材はこういったニットみたいなものを持っていただくと、意外とバランスがいいかなというふうに思っています。あと、ポロシャツもですね、まあ定番のアイテムではあるんですが、意外とこれが難しくて、おじさんっぽく見えることが少なくないので、襟元はですね、スッキリとさせた、こういったニット T シャツはですね、すごく使い勝手がいいかなと思っています。あと サイズ感に関してなんですが、先ほども解説した通り、ワイドシルエットの方がやっぱり今っぽいんですね。ですので僕個人できるのであれば、もう少しゆとりを出したいなと思うんですが、40代以降の方であれば、もうジャストサイズか、ややゆったりぐらいでちょうどいいかなと思うので、まあ、これぐらいのサイズ感ですごくバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ無理してですね、大きいサイズに振ってしまっても、自分の中では理解ができても、周囲の方から見ると、やはりですね、ちょっと違和感があったりするので、 まサイズ感に関しては、ジャストサイズというところを意識してもらうといいかなと思っています。まあ、ニットはですね、様々なカラーがあるのがいいかなと思うんですが、ま夏であれば、ちょっとですね、清涼感漂うような、ホワイトだとか、オフホワイトだとか、ライトグレーみたいな色もいいかなと思いますし、色を濃くするのであれば、ブラックだとかネイビー、このあたりも鉄板かなと思うので、半袖のニット T シャツというところは、一つですね、皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。 まあこういったものが1着あれば先ほどご紹介したネイビーのジャケットを上に羽織ってもバランスがいいのでぜひ1着はですね買い揃えていただければなというふうに思っていますはい続いて3点目のアイテムなんですが今僕が着ているようなオープンカラーシャツこれまたですね40代の男性には比較的似合いやすいアイテムかなというふうに思っています、まあ、夏場の着こなしとして代表的なものは先ほども触れましたが t シャツなのかもしくはポロシャツなのかという二つの選択肢なんですが、まあ、最近はですねそこに新しく一つの選択肢が加わったわけなんですねそれがこのオープンカラーシャツと呼ばれるようなもので一応襟がついているので綺麗めな要素もありつつも半袖のシャツになっているので涼しさというところも取り入れることができるようなすごくバランスのいいアイテムかなというふうに思っています、まあ、オープンカラーシャツというものはですね昔からあるものなんですが ここ数年はですね、トレンドアイテムになっていまして、それがですね、数年経って、最近はようやくですね、定番化してきてるかなというふうに思ってます。ユニクロでも取り扱いがありますし、各種セレクトショップなんかでも売っているので、皆さんも見たことがあるかなと思うんですが、襟がついてる分、綺麗めに見えて、なおかつ少しトレンド感も漂うというところで、すごくバランスがいいのかなというふうに思ってます。ポロシャツに比べると、少しおじさん臭さみたいなところは、和らげることができるかなと思うので、 ぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。今僕が着てるのはグリーンレベルのオープンカラーシャツなんですが、カラー展開もたくさんある中で、今回はですね、このケリーという深いグリーン系の色を選んでいます。 実はですね、40代以降の大人の男性って結構綺麗な色が似合いやすかったりするんですね。よくですね、おじいさんおばあさんが明るい色の服を着てたりするんですが、あれはすごく理にかなってるかなと思っていまして、年齢を重ねるごとに意外とですね、明るい色とか華やかなものが似合いやすかったりするので、その要素をちょっと取り入れるためにですね、あえてネイビーだとかブラックのオープンカラーシャツを着るのではなくて、ちょっとこういった色の綺麗さを取り入れてみるのもすごくバランスがいいかなと思っています。まあ、特にこの ケリーという色はですね、ネイビーと使い方自体はそんなに変わらないんですが、華やかな雰囲気も出やすいので、すごく大人の男性にはですね、おすすめの色合いかなというふうに思っています。 で、サイズ感に関してもですね、こちらはジャストサイズよりも少しゆったりめなんですね。まあ、これぐらいがですね、ちょうどバランスがいいかなと思っています。まあ、これ以上大きくなってしまうと、ちょっとですね、服に着られてる感じがしてしまったりだとか、なかなか周囲の方から理解をしてもらえなかったりすることがあるので、まあ、これぐらいのですね、サイズ感を一つの目安にしながら、まあ、皆さんが普段選んでいるサイズを買ってもらえば、まず間違いがないかなと思うので、ぜひこういったオープンカラーシャツも頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今履いているボトムスなんですね。ちょっと見えづらいので、この椅子の上に立ってみたいなと思うんですが、 このようなブラック系のイージーパンツがですね、大人の男性にはすごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。イージーパンツというのはどういうものなのかというと、腰がですね、ゴムになっていて、リラックス感のあるようなパンツのことを指しているんですね。まあ、ボトムスにも様々なバリエーションがあるんですが、こういったイージーパンツというのはですね、割と腰周りはゆとりがありつつ、あともも周りもですね、そんなに張ってないんですね。ですが、膝から下に関してはテーパードといって、徐々に細くなるような形 になっているので意外とですねお腹がぽっこりしている男性でも似合いやすいパンツなのかなというふうに思っていますまあ、メンズファッションの中で定番的なボトムスといえばブラックの細身のジーンズなんかがあったりするんですがこれはですね体型がスリムじゃないとなかなか似合わせることが難しいんですね 本当にピチピチになってしまって、それがですね、女性からの印象があんまり良くなかったりするので、できればですね、こういった適度にですね、もも周りにはゆとりがありながらも、膝から下はダボッとしてないようなテーパード型のパンツが使いやすいかなというふうに思っています。まあ、最近ではですね、このようなパンツはすごくいろんなお店で取り扱いがありまして、ユニクロだったらスマートアンクルパンツがまさにそのあたりに該当するかなと思いますし、まあ、各種セレクトショップでもですね、こういったイージーパンツはたくさん置いてあります。 でぜひ選んでいただきたいなと思っています。 僕が今履いてるのはですね、ユナイテッド東京のーなんですが、まあこういったですね、イージーパンツというのは、ストレッチがものすごく効いてるんですね。ですので履き心地はすごくいいんですが、見た感じはですね、どこかスラックスのような綺麗さがあるんですね。ですので足の見え方もすごく綺麗ですし、スタイルがよく見えるので、こういったブラック系のイージーパンツが1本あれば、もう十分着回せるかなと思うので、一つのユニフォーム的な感覚で、こういったものはですね、揃えておくのもいいかなという思います。 いう,ふうに思っています僕自身もですね、プライベートではこういったブラック系のパンツを履くことが圧倒的に多くて、そういったものだけでバリエーションが4、5本ぐらいあるんですね。ですので、いかにこういったパンツが楽なのかということが、皆さんにもですね、ご理解いただけるかなというふうに思っています。あまり太すぎずに足にフィットした、こういったイージーパンツが1本あれば、綺麗に見えつつ履き心地もすごくいいので、ぜひ皆さんにお勧めできればなというふうに思っています。 はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、今僕が持っているような、こういったレザースニーカーですね。 このあたりはもう鉄板なので皆さんにぜひ持っておいていただきたいアイテムかなというふうに思っています。まあ靴にもですね、様々なバリエーションがあるんですが、まあできればですね、綺麗めな方向に振ってあげた方がいいかなと思うんですね。まあニューバランスですとか、苗木のスニーカーも旬な雰囲気があってすごくいいんですが、なかなかですね、カジュアルに見えがちな部分があるので、40代以降の男性が少し綺麗めに振るのであれば、 こういったシンプルなレザースニーカーがまず鉄板として使いやすいのかなというふうに思っています。今僕が持っているものはナニーバスのオリジナルなんですが、ブラックのアッパーに対して白のですね、ソールがついているようなものになっているので、まあ、全部黒よりは少し軽さがあって、すごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。こういったものを先ほど履いていましたブラックのイージーパンツに合わせてもいいですし、黒ではなくて先ほど履いていたようなホワイト系ですね。 こういったホワイトのレザーシューズとかで合わせてあげてもバランスがいいかなというふうに思っています。特に今パンツがブラックなのでまあこういったブラックのレザースニーカーだと合わないことはないんですがちょっと退屈な感じがするのでそういう時にはこういった白系のレザースニーカーがあるとすごく便利なのかなというふうに思っています。あまりスポーツブランドのロゴの主張が強くない方が、まあ、僕ら世代には似合いやすいかなと思うんですが、まあ、基本的なアイテムが揃ってさらに中級者向けの着こなしをしたい場合はですねブラックのパンツに対して グレーのですねニューバランスのスニーカーというのも良い外しになるかなと思うので中級者向けのアイテムとしては理解をしておくといいかなという風に思っています。まずはですね最初の一足としてはこういったレザースニーカーがあると一番使い勝手がいいかなと思うので一つの制服として皆さんの頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では40代の男性が持つべき5つのアイテムについて解説をさせていただきました。まあ、先ほどちょっとホワイトボードで触れた通り、10代、20代と30代後半から40代の男性では、似合うものがですね、やっぱり傾向が大きく変わってくるんですね。 まずはこのことを理解しながら多くの YouTube のチャンネルを見てみると意外とですね皆さんに合うものと合わないものが明確になってくるかなというふうに思っています、まあ、このチャンネルというのは結構ベーシックなものに寄っているので割とですね僕と同じような世代の方には使い勝手がいいものがあるかなと思うんですがそれでもですねいつもご紹介しているアイテムよりはもうちょっとベーシックよりのものの方が40代の男性には似合いやすいかなと思っています意外とですね40代の方だけではなくて50代以降の方もです、ね 僕のチャンネル見てくださっている方が多いんですが、そういった方の場合はですね、より綺麗めのものの方がバランスが整いやすかったりするので、ぜひ今回の動画を一つのですね、参考にしながら、今後のお買い物に役立てていただければなというふうに思っています。まあ、今回ですね、春夏バージョンということでお届けしたんですが、この動画が好評だったら、秋冬バージョンもですね、皆さんにお届けをしてみたいなというふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル